立浪監督、チャンスで外野フライを打つ練習をしていきたい。最初、監督から選手にはどのような言葉をかけましたか？立浪監督、自覚を持って、逆に選手がコーチを引っ張るぐらい自分の課題と向き合ってやっていってほしいということです。選手たちはどのような心がけが必要だと思いますか？立浪監督、これからレギュラーを目指す選手が多い。とにかく人のためにやるわけではない。自分のために、それがチームのためになる。やらされるのではなく、自分が上手くなるという目的意識を持ってやってほしい。実践形式の練習では、ダブルスチールやランナー三塁からどう点を取るかということを言った。立浪監督、ここ、バンテリンドームで戦うときは、そんなに点を取れない。ランナーがサードでショート、セカンドが下がっている状況で三振で1点を取れなかったことも多かった。もちろん外野フライを打つことは簡単ではないんですけど、そういった意識を、それをできるために昼から各自の技術向上のためにしっかり練習していきたいなと思います。日本シリーズ用にバンテリン開けてたで、なんか草。突っ込みどころ満載で草。なんでヒットや長打狙わないの？2アウト3塁で結構外野フライ打ってる気がするわ。もうちょっと飛距離伸ばしてホームラン打ってみようってならんのか。日本シリーズのためにバンテリンドームを抑えてました。念のため、わざわざ練習でアウトになりに行ってて草。なんやこの一問一答やばすぎやろ。突っ込みどころが多すぎて草。なんかいろいろすげえこと言ってんな。オリックス打線のことちょっと軽く見てて草。小学生が監督やってんのか。練習でアウトになる練習してて草。無能すぎて泣けてくるわ。ご視聴ありがとうございました。